100円ショップダイソーには実用的な便利グッズがたくさん売っています。最近ではキッチングッズや収納グッズ、衣類や文房具、コスメまで何でも揃いますよね。そこで今回の動画ではもう手放せないとネットで話題になっているダイソーの神アイテム5000をご紹介します。100均もう手放せないダイソーの便利な神アイテム、ネットで話題の人気商品5000。 1. ロールペーパーケース。トイレットペーパーはティッシュペーパーよりリーズナブルですが、さっと取り出しにくいところが難点。そこで室内で使いたいときはこのロールペーパーケースがとても便利です。取り出し口から必要な長さにカットできる仕様になっており、安定感もありますので、どこかに固定しなくてもトイレットペーパーをティッシュのように便利に使用することができます。 2. シリコングラスマーカー。お花見やホームパーティーなどでお酒を飲む際に同じような誰かのコップを取ってしまうのは避けたいものですよね。そこでこのシリコングラスマーカーを使えば自分のコップが手軽にわかりやすくなります。ハートの形をしたシリコンにスリットが入っており、グラスを傷つける心配もありません。カラフルなのでコップのアクセントになって見た目も可愛らしいですね。 3. セキュリティスタンプ付きボールペン。個人情報などの入った書類などを捨てるとき、情報が流出しないかと不安になることもあるかと思います。しかしそうは言ってもわざわざマジックで消したり細かく破いたりするのは面倒なものです。そんな時このセキュリティスタンプ付きボールペンがあれば、見られたくない部分にささっとローラーするだけで情報を守れます。インクはすぐに乾くので捨てる時に手が汚れにくいのも嬉しいですね。 4. デザインボード。小物などのコレクションが増えてきたら整理整頓しつついい感じに飾りたいものですよね。そんな時はこんなデザインボードを活用すれば、棚やフックでお好みの調整にすることが可能です。別売りでデザインボード専用の棚、フックセット、デザインボード専用 U 字フック 8P などを使用し、お好きな数の棚と固定フックを作ることができますので、小物などのディスプレイがはかどること間違いなし。 5. マグネットマーカーしおり型。本や書類の気になるところに付箋を貼っていくと、後で捨てるのが手間だったりしませんか？マグネットマーカーしおり型なら何度でも繰り返し使うことができますので、とても便利で経済的です。接着はマグネットなので本や書類に跡が残ることもありません。6色の空張りがありますので用途によって使い分けができるのも嬉しいポイントです。いかがでしたでしょうか？ぜひ皆さんもお店に足を運んでチェックしてみてくださいね。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。